ひばりくらをご覧の皆様こんにちは。落語会の皆さんこんにちは。武田邦彦です。えっ、ー、と、少し気分が変わってまいりましてね。いろいろコメントを見ますとご批判はあるんですけれども、例えば、あの、あることをこう、全体的に見て、こう、それとまとめを一回自分の心とか、こかの頭の中で整理するときですね。えー、いろんな例外があるわけですね。例えば、まあ、えー、 この30年間、給料が下がっていくあ。給料が下がっていくっていうか、過小分所得が減っていくってのも正しいですね。まあ、給料の名目上は GDP が変わってませんし、世帯数とかそういう意味でもあんまり変わってないんで、あの、学名は変わんないんですね。まあ、今、昔は税込みって言ったんですけど、今は徴収金は税金ばかりでなくて、 もちろん、あの、医療費だとかですね、それから年金のいろんな費用だとか、まあ、こういったものがありますんでね。えー、まあ,あ、税込みって言い方変ですけど、額面通りと、おそれから手取りって言うんでしょうかね。まあ、そういう点でですね、手取りはものすごく減ってるわけですね。で、これだけ減ればですね、やはり、それから円安ですね。円安っていうのはいい面もあるんですね。円高円安っていうのは貨幣の問題ですから、 いつもあの、経済学に詳しい方に叱られるんですけど、僕も一応僕としての経済学よく知ってるわけなんですが。まあ、あの、貨幣っていうのは非常に不思議なもんなんで、ある意味ではですね。えまあ、円安になるともちろん、世界的に見れば、私が円で持ってる財産は減るわけですね、もちろん。だけども、日本の中にいる場合はですね、 物価が上がらない限りは円が高くなろうと安くなろうと生活自体は変わらないっていう問題もありましてね。私がお金をどこに預けてあるかなんてことによっても変わりますんでね。なかなか難しいんですが、えー、まあ円安になり、えー、かつ、手取りはどんどん減っていくという状態ですから、それが30年も続きましたらね、アメリカみたいな直接的な国では不満が爆発するんですよ。それはもちろんあの、 困ってる人の数が比率が増えるからですね。ところが満足してる人が多いという一方、このデータがいっぱいあるんですね。で、それをまあ詳細に調べてみると、どうも現在の日本、現在の日本人、現在の技術、現在の産業っていうのをじっくり考えてみると、確かにですね、全体の人は満足してるな、 っていうふうにまあ思った、考えたわけですね。数字もこのブログで示しました。そうしますともう一斉に、えー、武田批判組が出てきてですね、<laughs> 何を考えてんだと。もう毎日の生活は苦しいし、物価は上がるし、それはもう十分に知ってます。えー、まあ私も、まあ、いろんな、あの、今では社会で活躍してる人の多くが主婦ですからね。 まあそういう主婦の人たちとお話しすると、具体的に何がどうなった、こうなったっていくらでも聞きますんでね。それはよく知ってるんですが、しかし変なことに一番僕が変だと思うのは、それにもかかわらず、社会に不満が起こらないっていことなんですね。今自民党の総裁選も、まあいろんな見方がまたありますから、 えー、武田批判がまたなんか言うでしょうけども、えー、もう、そういうのは僕は今はあんまり気にはしてませんけどね。つまり自分の考えみたいなものをこう突き詰めていきますとね。まあまあ、そういう考えもあると。まあ、人間はね、考えが一つだってことありませんからね、えー。自民党の総裁選で全く脱税のことが出ないんですよ。まあ、裏金なんて言ってますから、脱税ですからね。脱税で大臣が4人も辞めた。 大臣が4人も辞めて首相が内閣を投げ出したっていう状態ですから、これはもう大変なことなんですよ。だから次の首相候補は必ず脱税問題から行かなきゃいけないんですね。だって国民はあどん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 徴収金が増えてるのに、えー、政権を持ってる自民党はガンガン脱税してるっていうわけですから、その脱税っがいうかお金を隠したお金を自分のこう計算の中にかなりの部分があるってことですよね。 ええ、まあね。これが日本人なんですよ、実は。まあ今日お話しするのもそうなんですけども、日本人っていうのは非常に素晴らしいところと、非常、まあ素晴らしいんじゃないかと思うんですけども、ずるいところと二つ持ってるんですね。このずるさっていうのは今日お話し,しますけども、本当にずるいのか、それとも次の次、次の次の次,の次を見て行動してるのか、ちょっとわからないところがあるんですね。今日はそれをちょっとお話しいたします。写真は、 お,お姉さんが、まあ妹かなんか強くわかりませんが、自分の兄弟をおぶってですね、いる像ですね。これは非常に特徴的なんです。私はあの、草加さんって昔非常に立派な人か、まあ今でもあれですけど、<laughs> 立派な人とかおられてですね、まあその方と親交があった時に、まあ僕が随分先輩なんですけども、武田くん、武田先生って言ったかもしれませんけど、まあ、子供は神の子って知ってますかとか言われたんですね。 これはあの、日本の子供のことをですね、日本人は昔子供は神の子と呼んだんですね。これの解説をしていただきまして、その後私も勉強をいたしました。子供は神の子っていうのはですね、えー、大人よりか子供の方が優れてる。つまり子供は神だってわけですね。それがだんだん人間生活をしているうちにずるくなる、悪くなる、嘘をつくっていうことが始まるわけですね。ですから、 子供を教育できるのかという、これ教育論の一つなんですね。つまり教育っていうのは先生の方が教えられる生徒よりかは優れてなきゃいけないんですよ。これも鉄則なんですね。まあ、僕も大学の先生になってそれに非常に悩んだわけなんですけどね。つまり、 え、教える方は必ず教えられる方よりも優れてはい,いけない。この優れてるってのは、例えば、まあ僕だったら物理の問題が解けるとかね、科学のことよく知ってるとか、そういうことはそうですよ。だけども、人間として優れてなければ、やっぱり教えちゃいけないわけですよね。そうすると、大人はずるいと。子供はずるくないと。じゃあずるい大人が、ずるくない子供を教育できるのかと。この疑問をですね、 えー、昔の日本人は考えたんですね。その結果、子供は神の子。つまり、子供は神の子供みたいに綺麗な心を持ってるし、人格も立派だから、だから、えー、大人が子供を教育することはできない。ということなんですよ。この話はですね。で、僕、それ、ふさか先生からちょっとヒントだけ与えていただいて、自分で勉強してびっくりしたんですね。まあ、こういうことは僕の、 現在の思想にいろいろ関係してるわけですね。えー、男女7歳にして席を同じようにせず。まあ、これもほとんど同じなんですけど、えー、これは昔は僕は浅はかでですね、やっぱり男女の関係を言ってるんだと思ってたんですよ。ね。男女7歳にして席を同じようにするんじゃない。男女間で遊んだりなんかするんじゃない。男子は男子、女子は女子で遊んだり成長したりするんだっていうふうにこう単純に考えてたんですけど、 これをまた勉強してみると、まあ日本人って素晴らしいですね。えー、っと、やっぱりこう人間が成長していくときに、まあちょうど現在では10歳から16歳、まあ現在はちょっと発育が遅いですから、まああえて言えば18から20歳ぐらいまで、まあ思春期なんですね。この思春期っていうのは、 これ、人間においても、あの、起こるし、動物においても起こるし、社会においても起こるわけですね。例えば、公害問題なんかそうなんですが、社会がどん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 発達していく途中には、発達度合いが、この社会全体で全く均一には発達しないんですよ。人口、教育、産業、道徳とかね、全部が均等に発達していくわけじゃないんですね。飛行つってこう、こう、まあ昔、チンバっていう言葉を使えたんですけども、 どっかが発達して、どっかが発達してないっていう状態に達するんですよね。まあそういうことになるので、人間のこの思春期っていうか成長期もね、非常に不安定なんですね。その時にこの子供があのスムースに成長するためには、男女一緒よりかは男女別々の方が成長していく子供にはかわいそうくないっていうか正しいっていうね、ことなんですね。つまり、 思春期の大きな二つの壁ですね。成長の歪みと、男女関係の性の目覚め。まあ簡単には性の目覚めと、それから成長の歪み。この二つをですね、子供にかけて、そして成長させたらかわいそうだと。やっぱり一つを除いといて、そして一つで苦しむことが苦しんでも何とかそこを補うというね。まあそういうように考えました。本当に偉いと思いましたね、私は。 私は偉いと思いました。これ偉くないと考える人もいるでしょうね。男女一緒ののがいいと考える人もいるでしょうけども、その後僕は大学の先生になってね、高等学校から大学に上がってくる子をずっと見ますとね、やっぱり共学の男よりか、男子校、まあ、女子校の人っていうのはまあ僕は物理とかだからほとんど機械とか電気とかいないんですけど、ね、女の子はいないんですけど、男の子はね、やっぱり男の子の学校を出た子の方がいいんですよ。<laughs> やっぱりね、別に男性と女性が思春期に付き合うのが悪いとか言ってるんじゃなくてね。まあやっぱり日本人のそう考えた昔の教育システムっていうのは間違ってなかったのかなと思ってる。まだ自分よくわかりません、まだ。まだよくわかりませんが、えー、そういう感想を持っておりまして、現在男女共学が非常に進んでおりますけども、私は本当に思春期にその、今ね、 男女を驚愕がいいって言ってる人たちは、なんで男女驚愕がいいんですかと僕が聞くと、ほとんど返事が来ないんですよ。<laughs> いや、男女、この世の中は男と女が住んでるから、いや、そんなことはかかってますよ、と。<laughs> そんなこと言ったら、家庭だって、子供がいて、えー、自分たちがいて、お母さん、お父さんがいるんだったら、の3世代、4世代の、えー、家庭で過ごすべきじゃないですか。それはね。だって、そんなこと言ったらいっぱいあるんですよ。だけども、 その時その時に一番正しいと思うことを考えるときには、原理を言わなきゃいけないですね。で、まあ、あの、そういうものの一つに、実は、平安時代に、これはあの、東大の文学部の研究会にですね、えー、僕がまあ所属してたときに、えー、僕はあの、いろいろなところに所属してたんですよ。たま美術大学であのデザイン教えてたりね、えー、東大の文学部で、 まあこれはあの僕がちょっと国語の教科書に出てることもあって、ちょっとこういうそういうご縁もあって、え東大文学部の研究会にも出てたんです。そこで習ったのは平安時代に男女を平等にするためには、男女の機会を均等にさせる。つまり、男女雇用均等法とか、男女なんとか同じことをやるシステムとか作ると、それを作っても女性は子供を産んで育ててっていうのは変わらないので、 それはむしろ男女機械均等というのは男女差別だと平安時代に考えたと説明を受けましてね。なるほどとその時思ったわけです。今からそうですね。30年ぐらい前ですか。ね。だから男女を本当に実質的に平等にするためには男性にディを受けなきゃいけない。つまり女性が子供を産み育ては、まあ、おっぱいをやる以外に 離乳期までおっぱいですけど、その以後も女性がですね、細かくいろいろな着物を着せたり、パンツを洗ったり、いろんなことまで全部含んで女性が、まあ、してましたからね、事実。それはいいかどうかは別にしまして、してましたので、その女性が子供に対して背負っているその辛さっていうか時間とかそういうのをね、 あの、そのままにして、今の男女平等、そうですよ。そのままにしてね、男女同じことしたら、それは現在みたいに、賃金が半分、女性の半分だとかね、えー、もっと辛さがすごく女性のが辛いとか、まあ、そうなっちゃうんで、平安時代の日本人って偉かったと思うんですよね。それ聞いた時に僕偉いなと思ったんですけど、男性にハンディをかける。男性は戦争に行くこと、つまり国を、家族を守ることですね、言ってみれば。それから家族に食料を確保すること。 つまり、田んぼを耕すこと。それから、漢字だけを使って記録文章を作ること。この三つに行動制限されたんですね。それによって、あの、まあ、具体的には、えー、紫式部のような女性の作家が出てきたわけですね。まあもちろん、貴族だとかいろいろなことがありますよ。だけど全体的にそうだと。それで、えーまあ、日本だけが女性の作家というのは飛び抜けて早いんですね。西暦千年。 その次に、世界中で一番紫式部たち、まあ紫式部ばかりじゃなくて、聖小納言とか、泉式部とかいっぱいおりますよね。その女流の人たちの次に、女流の作家が出たのは、実にそれから700年後のフランスなんですね。ですから、日本がいかに男女平等ということで、その本質をよく考えてたか。 いうことになった。で現在では女性が台所を仕事をするということをですね、女性差別に入れてますけど、実はその頃っていうのは違うんですよね。パータでお米を作って、それをご飯にするっていう、まあ、大きく分ければその2つが仕事だったわけです。だって、農民が90%なんですからね。そういうことなんで、今みたいにサラリーマンとかいませんからね。で、台所を、の支配をするのは女性しかできなかったんですね。これはもう巨大な、 力だったわけですよ。権利だったわけですね。えー、男子は厨房に入らない。つまり台所に入らない。っていうのを、そのうち、ほとんど日本の歴史も文化も知らない、勉強を知らない人、まあそれよりか僕の感じでは興味がない人っていう感じがするんですよ。もう白人ばっか尊敬しましてね。<laughs> 白人っていうのは僕に言わせると、このブログでも言いましたけど、アジア人を植民地にして、それをもう叩いたり、もう殺したりしながらね、 自分たちはコーヒー飲んだりしてゆっくりしてたわけですから、僕は尊敬できないんですよ。僕はですよ。まあ、背が高いとかね、金髪だとか言うんで、僕はあの人をその区別しないんですよ。内容ですね。そういう二重人格の人でね、えー、尊敬はできないとか思ってるわけですね。だからまあ僕はそういう考えなんで、えー、全然違うなと。だから、あの、女の人が、 え、台所をやるってことは非常に大きな権限だったんですね。まあ、実際その後、そういうことを聞いて、だん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 僕も日本の文化っていうのをこう勉強していくうちにね、実は女性がお釈をするっていうのを決められたことがあるんですけどね。この女性がお釈をするったら、まさに今の人に言わせりゃ、それは女性を侮辱してる。全然そうじゃないんですよ。<laughs> あのね、お釈すら、 させてくれなかったってことなんですよ。そうすると、男は二人でね、居酒屋に行くでしょそしてお互いにお酒を告げないんですよ。そこに女性がいなきゃね。これいろいろね、まだ説があって歴史学者がちょっと違うよって言うかもしれないんですけど、僕の調査ではですね、女性の職場確保なんですよ。その頃女性って言ったらもう、職場はね、今みたいにサラリーマンなんて、あの、オフィスレディーなんて言いませんからね。だから、結局は、 奥さんになるか、女中になるか、夜の女って、まあそういう感じなんですよね。言いにくいんですけどね。だから、そこで、やっぱり別のね、仕事。って言ったら、まあ、飲み屋で継ぐのは女性しか継げないって言うと、もう女性を雇わざるを得ないじゃないですか。実際上、どうもそうだったんですね。それから、まあ、少し、あの、あれやこれや言うことになりますが、えー、奥さんが亡くなってね。それで、女中さんもまあ男一人、女一人で家にいるわけいかないから、つって、 暇を取ると。そうすると男一人になるでしょ。そうすると、厨房に、台所に入れませんから、合 <laughs> 死したのがいるんですよ。そういう記録もあります。まあ、いろいろね、そういうのは小説上のこともあるし、それから記録もすごくいい加減ですから、はっきりはわかりませんが、あり得ることなんですね。で、僕はこの、今日の女の子の図を出しましてね、草田先生から、 えー、子供は神の子っていう話が日本にあったんですよって話聞いたのは忘れられないんですよ。つまり日本人っていうのは本質をよく考えるっていう力があったんですね。多分暇があったからだと思います。今みたいにスマホをかじりついてね、情報だけ見てたらできないんでしょうけど、やっぱり自分の頭で考えると、もちろんいろんなケースがありますから、世の中なもう本当にこうセンサ万別なんでね。まあ一応だけど切り口としては、そういう切り口もあるなと。 子供は神の子とか、えー、男女7歳にして席を同じせずとか、それから男性のやる方にハンディをかけるとか、それから男子厨房にいらずとか、それからお酒は女性がするとか、今の常識から今の常識が間違ってるんだと思うんですね。今の常識が間違ってるからこそ、現在女性は本当に男性と、男性よりか働いてる感じですよ。 えー、夜の夜中まで子供の世話なんかしてますもんね。それに比べりゃ、僕ら酒なんか飲んじゃってね。まあ5時か6時までは仕事してるかもしれないけど、あとゴルフなんか行ってですよ。そして給料が倍だ。これ平均倍ですからね。倍だって言うんですから。やっぱり、ちょっとね、日本人が今まで本当に女性のことも考え、子供のことも考えてきた国だったんだなと。今はヨーロッパに属されて、 自分だけが良ければいいという国になってんじゃないかっていうのが、まあ今日のこの絵、あの、写真の意味であります。